はい、皆さんこんにちは、チェでございます。三国志天帝平さんですね、パート63をやっていきたいと思います。実はね、この動画が801本目になるのかな、ぐらいな感じですね。だいぶですね、鼻すすっちゃった、すいませんだいぶね、やっとというかね、やっとパート60ぐらいからね、やっと大衆になってね、やっとなんかやってるぞというね、攻めてますよっていうね、働いてますよっていう感じが出てきましたので、いや、やっとですね。これ総評さんでもここまでなかったんでね、まあそう言いながらもね、帝平さんね、もう弱いがね、58歳です。もうね、年金生活入る手前ぐらいなんですけど、ここで若干頭角を現したという感じですね。じゃあね、決裁かな、かなりね、他力本願でやっていきたいと思いますね。我が兄上のね、我が君がね、すごい兵力を持ってるでね、それに合わせてですね、やっていきたいと、もうそれを利用してね、やっていきたいと思いますね。そっか、舞台が追いついてないのか。ただね、もうしのごを言うてられないのでね、どうしよう、どうしよう、9万でしょ。投降兵がボッコボコなのかな。訓練よりも、補充かな、補充ですね。まあ、正味、ここ微妙ですね。この旧兵隊がね、旧兵隊微妙なので、目録さんしかね、特化した人いないで、ちょっと目録さん、やってもらいましょう。でです、でね、甲州の情報がね、地図、あら、あー、もう期限切れちゃったんだね。生徒と講師をね、落としにかかりたいよと。あら、兵力13万しかいない。なんでこんなに減ってんのかな。あ、配分したのかな。あれれれれれ、20万いたよね、確かね、前回ね。だもんでね、じゃあちょっとだけ強くしますか。じゃあね、どんどん補充と、この辺、鳥類さん魅力あるんでね、もうね、内戦はすることないでね。でも鳥類さんはね、あれに使いたいんですよね。何ですか、諜報ね、うち諜報できる人ね、少ないんでね、諜報に使いたい、っていうところですね。投降兵はこんな感じかな。あと騎兵隊は刀剣さんでいいかな。で、補充したら訓練できないのかな、訓練ね、できるのが少ないんでね、誰か、京丹さんね、京丹さんと養蜂さんね、まあ、この2人ね、頭筋肉なんでね、やっていただきこうかなと。あと諜報ですね、諜報はね、甲州生徒ね、もっとね、ちゃんとね、あれしたいんですけどもね、情報したいんですけどもね、まあなかなかね、うまいこといかないよと。菱さん来ましたね。あ、初めてかな、うん、な感じかもしれないですね。じゃあね、引き続き私はですね、どうしようかな。自分で生徒ちょっと見に行ってもいいんですけど、多分ね、衛兵にね、今関係悪いでね、龍順か、関係悪いでね、多分ね、怒られるのでね、怒られるというかね、捕まえそうになるんでね。名士か、名士欲しいね。名士になるためにはまだまだいりますね。だもんで、お金がたんまりあるんですけど、もうやることないですよね。で、虚でしょ、虚なもんでね、城壁ってもね、大きくできないでしょ。改修増築はね、できませんのでね。あとは人口増やしたいっていうとこかな。ほんなら本当にすることないね。本当にすることないよね。
国葬って何できるの？見聞ね。国葬は別に何もできないか。東高歩兵編成所、あれ何かできるかい？見聞、勝者を使ってって、勝者なんか作れるのかい？工房、いや何もできないよね。なんだろう、そういうのがあるんだろうね。確か作れるところがあったというような気がするんでね、評論ね、譲りたくないんですけど、まあちょっと休めでね。南海に籠城した孫権軍に敗北いたしました。残念ながら我が軍は南海に籠城した孫権軍に敗北しました。ほう、どういうこと？あ、そっか、あ、はい、あ、孫権攻めろ言われてたのかな。なんかそんな気がしてきたね。体の具合が良くないなと。あ、はいはい、まあ、それなりに良くなりましたねと。あー、そっか、あ、で、舞台借りてたのか。さあ、じゃあ我が舞台は帰ってきてないね、まだね。帰ってきたらどんだけなるんだろう。まあ、帰ってくるの待ちましょう。あ、バリオさん来ましたね。お役に立てて何よりという形なんですけども、ちょっと会話しておきましょうかね。もうね、何ですか、義兄弟のポストがね、めちゃくちゃ空いてるでね、2人空いてるでね、誰か義兄弟になりたいなと。もう結婚ね、結婚イベント無理ですね。結婚イベント無理なのでね。長官さん、あ、そういう意味じゃね、最初から大衆でね、やるのもいいかもしれないですね。どうしよう、どうしよう。どうしたらいいかな。南海が思ったほど、あっさりはいかなかったですね。さてさて、じゃあね、どうしようかな。ちょっと休みましょうか。あら、あ、炎章さん来ましたね。酒盛りしましょう。病気ですけどね。お、炎章さん、親密になっちゃいましたね。あ、出ちゃった。出ちゃったんですが、10日待機してりゃ、舞台帰って、あ、来てますね。現役がね、9分の8なのでね、陳情も溜まりましたが、101,204、任務報告のために、こういう感じですね。さて、任務は特にないんですか。任務ないのね。孫権攻めろと言われたわけじゃないのかな。まあいいか。ちょっとね、ぶっちゃけね、孫権とこってね、一つ国、雲南を経由するんでね、あ、しかも孔子も経由するんでね、もうそれだったらね、やっぱこっちですね。孔子を落としたいなーというところですね。さて、じゃあね、軍事をね、50、かなりね、やられちゃってるはずなんでね、そうでもないのかな。お兄様のところをね、お兄様にまた兵借りたいんですけどもね、そういうわけにいかないのかな。でも十分だな、十分なので、ご飯さん、この2部隊で、あとは訓練させましょう。刀剣さんね、長官さんね、京丹さんね。で、あとはですね、長方かな。長方ね、生徒。で、武将はシーツさんね。両方さん無理だろうね。両方さんね、無理だろう。無理だけど、生かしてみるか。両方さん一応、講習生かしましょうか。に、で、決済。調理さんが重宝に成功しましたね。さあ見てみましょう。お、7万か。兵力7万でしょう。これ落とすの大変だな。兄ちゃんのところが14万。2つで攻め込むか。
気はね十分熟してる気がするんですよね。あとはあそっか、今部下がいないから使える部下がいないかな。あそうですね、ちょっと仲良くなっておきましょうか。あ誰かできないかな、仲のいい人ね。やっぱ孫家の方に飛び込まんとなかなか難しいのかもしれないですけどもね、相性の問題でね。もうね誰でもいいんで一人ぐらい欲しいね。補充ね。いやもう私軍備は全然ダメなのでね、軍事はね。ちょっとずーっと話しときましょう。お親密になりましたね。ちょっと仲良くなってね、義兄弟になりたいですね。まああの命令だ、対象なんでね、命令出してね、こういう場所に縛っておけばね、ずっと会話できるんでね、そこはいいかもしれないですね、対象の場合ね。まあなんかあれですね、上司が部下にね、よこしまな思いを持ったみたいな感じですけどもね、まあ十分ね、あのよこしまな感じですけどね、もう。あ、また話すっちゃってすいません。いけるかな。あ、任務報告ね。あららら、鳥類さん成功ね。鳥類さんで OK ですよね。じゃあ引き続きね、鳥類さん生徒行ってくんないかなね。お頼み申します。でですね、弊社かな、誰か義兄弟になってくんないかな、この中で。あんま良くないですね。総評さんの時には備蓄さんがいともあっさりになってくれたのはやはり同じね、劉備。そう思うと張飛と総評さんって相性あるのかな。なんかすごくね、あの義合職のね、私が聞いたシリーズは多分ね5とか6ぐらいだと思うんですけども、あれですね、義合職どれに、義合職ぐらいしかなかったんですよね。義合職どこについてるかみたいな、あの円グラフみたいなんでね、相性を説明するものがあったんですけどもね。どうなんでしょうね、ひょっとしたらここ10ぐらいまで来ると相性もかなり複雑になってるのかもしれないですけどもね。同じ総評さんと張飛は職側の人間なんですけどね、でもこの2人は仲が悪いとかね、そんな感じの複雑な設定があるのかもしれないですね。まだ無理か。ねえ、もう50何歳なんでね、もう60手前なんでね、その229年もう230になりますね。もう十分ね、あのこの漢の土地がね、土地というか漢の国がね、もうボロボロになっていく年代ぐらいと言ってもいいんじゃないでしょうか。決済しましょうか。兵糧、あ、ひょっとしてあれかな。あ、しまった、農民相手ってのはもっと出さんといけない。しまったね。はい、で、どうしようかな。あ、出陣じゃないよ。あ、軍事ね、軍事をまたやっていきたいんですけどもね。補充、あーでもまあもうほとんどね良くなりましたよね、これね。訓練もここまで来たら、もう次攻めに行っちゃいましょう。もう兄上もねいけると思いますよ。はい、京太さんね、小判さんが浮いちゃったな。小判さん浮いちゃったんでね、補充させるかい。いやもうこの場合小判さんの親切だな、せっかく余ってるでね。投降兵で行こう。はい、お金はもう気にしなくていいですよ。ね、でね、また私はねストーカーのようにねバカバカ喋りに行っときましょうか。刀剣さんね、仲良くなってくんないかな。もう十分仲いいんですけどね、一線越えれないですよね。友達以上にはなれない感じですね。友達以上、恋人未満ですね。なんか変な感じですけどね。
さって、もう一回会話するか。ちょっと本当に跡取りをね、跡継ぎを見つけないと。小飯さんなんかいいですよね。京丹さんもかなり年のはずなんでね、あと寿命がね長くなさげなんでね、うまいこといかないね。よいしょ。名声がまだ546っていうことは、名士にはまだまだなれないですね。700いりますからね。さて、しつこくいきますよ。しつこくいきますよ。さあ、次ね、次いきましょう、本当にね。よいしょ。ダメか。ダメだな。ダメだな。というわけでね、ちょっと時間来ましたのでね、この辺で終わっておきたいと思います。三国志天。あ、底平さんね。底平さんの三国志天、パート63、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。